高橋宏斗、自己最短4回 KO、 5敗目を喫する。チームも7連敗で借金14となりました。今日は初回、先頭バッター、中京大中京の同級生中山にいきなり先頭前ヒットを打たれるものの、続く丸をダブルプレーで1回はなんとか0点に抑える。そして続く2回、ボールが先行する投球でなかなかリズムがつかめず、ウォーカーにレフトスタンドへツーランホームランを打たれ、巨人に先制されます。今日は終始ボールが先行してしまい、リズムがつかめませんでした。しかしウォーカーにホームランを打たれた次の回の高橋宏斗のバッターボックスでの粘り、連敗をなんとかしようという気持ち伝わってきました。ノーカットでご覧ください。